はい、今日も雨です。もう最近雨ばっかり。つうか、涼しいっすね。夏の雨だとこう、蒸し暑くて嫌だなって思う感じなんですけど、こう、気温も普通に低いっていうね。なんか変な感じ。普段だったらこの時期ピーカンでこう、暑くてヒーヒー言ってるんですよ。例年だったら、ってかこう、コロナが流れてれば昨日とかはこう、コミケに行ってたはずなんで、それでこう、暑さに負けてヒーコラヒーコラ言いながらさ、同人誌を漁ってるはずだったのに、まあ、いやコロナのせいじゃなくて、普通にこう、涼しいっていう何事かって感じよね。でまあ、今代表で話してたんですけど、それでもまあ食料不足にならないこう、日本の農家さんたちはすごいなと思いますよね。潤沢にだって、そんなに値上がりすることもなくね、野菜とかね、米とか売ってんじゃん。ね、まあ、米はまだ早いか。米は秋になんねえと分かんねえな。まあ、そんなこんなで、1個目のネタ。まあ、せっかく出世の日の翌日なんでね。そのネタを言おうかな。まあ、日本ばかし。やなしね。昨日ツイッターに負けたんですけど、まあ、某日本大東とかさ、某って言いつけた意味がなかったけどさ、こう、九段下回りでさ、交差点とかでさ、こう、毎年機動隊が来てさ、凱旋活動やってるんだけど、まあ、今年は出くわさなかったわ。で、まあ、片付けてる途中みたいな感じの風景は見てきたんで、やったんだろうなーって思ってて、で、そのまま家に帰ってきたんだけど、家のそばで凱旋やってたよ。家の駅のそばでさ、なんでそこでやるかね、君らっていう。まださ、九段下の駅の前でやるのはさ、なんとなく、まあ、恒例行事感があってわかるけどさ、いや、わからないんだけどね、普通はね。だけど、いや8月15日ぐらいやんなよバカかって思った共産党でしたって話なんだけどさ、まあせっかくだからちょっとね、ツッコミを入れてみようと思って、終わりそうだったから終わるまで待ってみて、質問って手を挙げてみた。で、憲法改正一文字も変えてはいけないのですって言うけど、1から8条を変えなくていいんですかって話をしてみましたさ。そしたら候補だったっつか都議になった人はポカーンとしてました。何言ってんのこの人、憲法って変えたらいけないって習ったんだけど、何言ってんだろこの人みたいな話を顔をされてましたよ。だから憲法に一条が天皇っていうのだっていうことをさ、てか一条が天皇だっていうことをさ、その都議の人は知らなかったんでしょうね。なっちまったのはどうしようもないけどさね。で、ちなみにその応援に来てたおじいちゃんとかおばあちゃんとか、結構若い方もいたけど、おばあちゃんとかは将来的に国民の総意が整えば変えるんだって言ってんだけどさ、普通にさ、こう、一回も9条だけじゃないよ。見直しが入ってない状況から国民の総意が整うまいが、例えば共産党が政権取ろうが、天地がひっくり返ってね、変えることにここまで危機感煽ってんだよ、君ら。そしたらさ、ね、君らがこう、総意が整いましたっつったって変わるわけねえだろ、バカかって思ったよ、正直言って。だから、自分たちが、こう、今の憲法に、こう、正しくないって思ってんだったら、変える方に動かさなきゃダメだと思うんだよね。で、変える議論の中で、9条を変えるなっていうのは、まあ、それ自由よ。それは、首相の自由よ。それは首相の自由よ。だけど、一旦は憲法を変える方のテーブルに上げとかないとさ、君ら将来的に困ると思うよ、共産党さん。と思うんだけどね、どうだろうか。大体だね。9条以外に100何条だか、日本国憲法あるわけじゃない。ね。あんな古めかしい名前、言葉で書きやがってさ、ね。それを、五章大事に持ってた頃でさ、何の得があんねんって感じじゃんな。現代風に、今のご時世に合わせて直さなかったらさ、今の社会とどんだけ乖離しとると思っとんの。ね。それで、解釈しているのがいけないんだ。いや、解釈せんかったら、今の社会に合わんがなって。なぜわからない。なんでさ、百何条ある中の九条しか見ないのかね。ねえ。だからその、都議の人？自分の職権がさ、自分の肩書きがさ、その都議という肩書きがさ、日本国憲法の地方自治の中で当然歌われとるわけやないかい。ねえ。これから、こう、国政に押し上げようとする、ね、衆議院候補の人、
だってそれだってあの国会っていうさ、こう日本国憲法に委ねとるからやっとるやんけな。うん。だからこう日本共産党さんはさ、こういや変えたくないっていう主張は分かったけどさ、それで自分たちの主張と二律背反してるっていうのをさ理解してやってるのがね、総理が なれば変えられるんだって。いや、こんだけ変えないって言ってた後で自分たちが政権乗ってよし変えるぞってなるかいボケって。あ、日本共産党が政権取ることがあり得るとは思いたくはないが、ありえないと思うが、とはいえさ、その論理の持ってき方はね、そもそも破綻しとると思うよ。で、最初に戻ろう。8月15日に凱旋やってんじゃねえよ、トゲと言いたい。頑張ってんじゃねえよ。ね。もう引っ込んで引っ込め。で、ありました。ありがとうございます。